点高く上がって打球をライトへ。ライトは松本から縦ボールを取る。タッチアップスタート切った。紅林ボールは三塁に帰ってきます。滑り込んでスタートしてる。この打球はセカンドゴロ。佐藤龍生のバッター6番の足立です。初球打ち上げてセカンド後方センターの前、佐藤が落下でボールを押さえていく。ピッチャー返しショート中島一塁送球ツーアウト。そして落としてきましたスイングアウト。ファースト正面です。高浜がピッチャーを制してキャンバスを踏んでワンアウト。先頭バッター山足はファーストリーズルーター引っ張ってファースト正面です。高浜キャンバスを踏んでこれで、ここはうまく落としてきました。上沢紅林はスイングアウトの三振でランナーマーキング今日26本目を放っています。ここで落としてきました。杉本は三振でワンアウト。高く上がって距離は出ません。ライト松本が前進です。右中間の真ん中ボールを抑えます。打たされましたセカンドゴロ。佐藤龍生から一塁高浜へは追い込まれています。ここでカーブでバットが出ません。同点です。ここでスイングアウト一塁三振でで2アウト。この回はモヤを不思議連続三振。ランナー走って打ち上げてしまいました。センターの浅間が出ます。グリーンナップです。変化球打ってファーストゴロ。高浜ピッチャーベースカバーに入って初球打ってピッチャーゴロ。一塁送球高く上がって内野フライです。ショートがセカンドが中島が出ます。セカンドキャンパス左後方でボールを取って出されました。ファーストゴロです。これもアウトだけピッチャーゴロです。ツーアウト。今日こういうゴロ多いですもんね。そうですね、はい、ファーストゴロ高浜キャンパスを振ってスリーアウト。